生まれてすぐに命を落とす体の黒い赤ちゃんたち。病気のデパートと呼ばれたその病は、今から56年前から多くの人を苦しめ続けている。そう、今宵紹介するのは国内最大級の食品公害、金見油症事件。皆さんどうも、企業と申します。今週末は宮崎から母親が東京の僕の家に泊まりに来るんだけど、もうね、何年も前から一回あんたの家に泊まりに行こうと思っちゃったけどねって毎年言ってたんだけど、どうやら今年はガチだったみたい。宮崎にはないサイゼリアとかに一緒に行こっかな。それか最近赤ワインを使ってハヤシライスを作ったら結構美味しかったから、それ作ってあげよっかな。またインスタか X で写真か何か投稿しようと思います。というわけで本題に入りたいと思うんですが、今回の動画はこれまで何度か紹介してきた公害に関する問題となります。その中でも国内最大の食品公害と呼ばれた金見油症事件について見ていきましょう。病気のデパート。今から56年前の1968年、学生運動が盛んで機動隊と学生が日々衝突を繰り返していたこの年、西日本一帯で奇妙な病に苦しんでいる人が続出していた。その症状は顔や体中にニキビのような吹き出物ができたり、歯茎や爪が変色したり、倦怠感や頭痛に襲われたりと、患者によって様々であった。するとこの年の10月、これらの症状を訴える人々にとある共通点が見つかったのだ。実はこの患者たち全員が福岡県の金見倉庫で作られていた食用油を口にしていたのである。そう、その油には PCB という毒性の化学物質が混入していたのだ。 PCB ってのは別名ポリ塩化ビフェニルとも呼ばれている油状の液体なんだけど、熱に強くて電気も通しにくいから当時様々な製品の製造に使用されていたんだ。ああ、じゃが皮膚や内臓に甚大なダメージを与える非常に毒性の強いものでもあったんじゃ。当時金見倉庫は米ぬか油の脱臭を行うためにPCB を加熱して使用していた。だが後に判明したのだが、この PCB を加熱するとさらに毒性の高いダイオキシンへと変化するのである。そしてその猛毒が破損した配管から溢れ出し、食用の油に混入してしまったのだった。何より厄介だったのは、病気のデパートと呼ばれるほどこの様々な症状が子供にも受け継がれてしまうことであった。死産や流産をしてしまう人も少なくはなく、やっと生まれた赤ちゃんが色素沈着により真っ黒な体で生まれてきた後、わずか2週間や3ヶ月で亡くなったりしていたのだ。というのも毒性が強いだけではなく、体外に排出されにくいという性質も持っていたため、幼い頃に油を口にした少女がその20年後に出産した子供にも様々な症状が現れるほどであった。そう、体に毒が残り続けるため、当時油を口にした多くの方が今日まで50年以上その症状に苦しみ続けているのである。しかし実はその油を製造した金見倉庫はその後も倒産することなく、現在国から支援を受けて事業を行っている。それは一体なぜなのか。実はこの事件の背景には企業同士の確執や政府の失態があったのだ。責任の所存。金見油症事件が発覚する半年前、実はとある重大な事件が起こっていた。
1968年の2月頃から西日本の各地で大量の鶏が亡くなっていたのである。そのため国が調査を行ったところ、餌に含まれていたダーク油と呼ばれる油が原因だと判明したのである。そう、その油を作っていたのがまさに金見倉庫であった。その際、政府の役人が北九州市にある製造現場に立ち入り検査を行っていたのだが、ダーク油と同じ工程で作られていた食用油の危険性を完全に見落としてしまったのだった。そのため被害者団体は油を作り、毒性が分かってからも一定期間製造を続けた金見倉庫、また有害化学物質PCB を作り、その危険性を考慮せずに販売していた金ヶ淵化学工業こと現金化、そしてダーク油事件でまともな調査を行っていなかった国の3社を相手取り裁判を起こした。だが当初は被害者団体が全面勝訴していたのだが、次第にその流れが変わり、最終的に団体は国への訴えを取り下げ、 PCB を製造した金化とは105億円で和解した。そして唯一責任が認められた金見倉庫が被害者一人に500万円を支払うことになった。だが三井グループの化学メーカーであり大企業の金化と違い、中小企業である金見倉庫がその額を支払うのは現実的に不可能であった。そのため国は政府米を優先発注し、その保管業務を担ってもらうことで金見倉庫を支援している。そしてその利益を毎年被害者たちに支払っているのだ。国としてはあくまで民間企業が起こした食中毒事件という認識である。この事件、責任の所存は一体どこにあるのか。金見倉庫の加藤社長はカメラの前でこのように語った。だから払いたいけど払えないんですよ。今の内緒で触れないじゃないですか。うちでやれることを一生懸命やってますよ。なんで皆さん金化のこと追求しないんですか。 PCB 作ったの金化ですよ。それを無害だって売り歩いたんですよ。うちが金かみたいに経常利益300億持ってたらもうすぐやりますよ、そんなもん。だが金かとしては PCB を食品に混入したのも、その状態で販売していたのも金見倉庫の違法かつ異常な行為であると厳しく言及し、自分たちには責任がないという立場を貫いている。そう、実際法的な責任は金見倉庫にあるのだが、この事件が起こったのは今から56年も前のことであり、現在金見倉庫の社長である加藤さんは事件の発覚当初まだ小学生であった。急に皆から無視をされるようになり、人殺しの息子などと呼ばれ、彼もまた辛い幼少期を過ごしていたのだ。だが父親に代わり責任を果たさなければならないという思いで社長を引き継いだのだった。金見油症事件の被害者は福岡県と長崎県を中心に1万4000人以上いると言われている。しかし国の基準で認定された患者の数は5分の1にも満たない約2300人である。病気の受け継がれた次世代への支援も追いついておらず、わずかな医療費を受け取りながら被害者の方々は今現在もこの食品公害と戦い続けている。はい、どうだったでしょうか。認定されてる患者が全体よりかなり少なかったけど、体内のダイオキシン濃度を調べてその結果によって判定してるみたいだね。だけどその濃度が低くてもかなり症状が出てる人もいるみたいだから、その検査の方法が一概に正しいとも言えないんだ。患者と金見倉庫と国の3社で毎年協議を重ねてるみたいなんだけど、
結局半世紀以上経ってるってなるとなかなか難しいよね。加藤さんには金見倉庫の社長としての責任はあるけど、彼個人が何か悪いことをしたってわけでもないからさ。国としても金見倉庫が倒産して、その矛先が政府に向かないように仕事を依頼し続けてるって側面もあると思います。でも正直ここまで来たら、国が介入して助ける以外にないと思うんだよね。それこそ外国に何百億円も支援してるなら、苦しんでいる同じ日本人に税金を使っても、多くの人が納得してくれると思うんだけどな。何より公害問題を遠い昔に起こった自分たちとは無関係の出来事って思ってると、今後もし自分が被害者になった時、その無関心という名の刃は容赦なくあなたを切りつけます。